どうやら野村は大丈夫のようです。ドクターのチェックを受けて控えに戻りました。ここからは応援が仕事です。さあ3人目は5勝戦、後ろから5人目の勝ということで5勝戦です。100キロ級日本大学は4年生のキャプテンです、池田健生。ここまで負けなし、90キロ級の選手ですが、この100キロ級での出場です。そして東海大学は若手期待の羽賀龍之介、2年生。こちらはユニバーシアードでの優勝経験が今年ありました。さあ東海大学が2人勝って迎えるこの5勝戦です。中村さん、はい、日大としては少し苦しい立ち上がりになりました。そうですね、やはり東海の方が勢いというか、この経験の差がちょっと出ているように思いますね。非常に国際大会経験豊富な選手がいるのが東海大学。おっといきなり巴投げに行く池田。ここは少し意表をつくような動きを見せました。池田健生は長崎の星稜高校の出身、そして羽賀龍之介は東海大相模の出身です。このようにまた喧嘩四つ、羽賀が左組、そして池田健生は右組です。やはりこの手前の引き手の争いということになってきます。池田が相手に対してこう腕をつくような動きを、距離を取ろうとしています。背負う、まあ、もちろん体格的には羽賀の方が上回っているわけですけれども、はいはい、まあ、羽賀選手としてはですね、まず襟でもいいから持って前後ろですね、大内刈り内股、こういう技を内股、はい、そうですね、つなぎながらやりたい。池田選手はもう肩襟でも担ぎを中心に出して、指導でも先行してなんとかポイントをリードしたいというところですよね。大会の実績でいうとですね、はい、やはり池田よりも羽賀の方が分があるわけですけれども、はい、ここは日大としてはどうしても欲しいところだと思います。そうですね、もうこれ以上負けられないところですよね、はい、この後日本大学は中堅戦、ここまで負けなしの広瀬。さあ引き手も取った、池田が引き手も取っています。頭をつける、池田が圧力をかけている。大きい羽賀を相手に、あっと内股、なんとかこらえた。強烈な切れ味があります羽賀。今両襟でしたか。そうですね、あのバネはすご素晴らしいですね。腕を取りにいってるか、腕を取りにいっている、やっと場外です。場外、待て。そうですね、なんとも今微妙な感じでしたけどね。そうですね、もう上半身が決まってましたんで、はい、池田日大としては今助かりました。そうですね、羽賀選手の得意な形なんですよね、三角から抑え込みっていうのがありますんで、はい、不用意に技をかけれないっていうのも相手にとっては嫌なところなんですよね。プレッシャーになってくるわけですね、はい、試合が始まって間もなく2分です。2対0と東海大学リードして迎える3人目5勝戦です。さあまだ引き手が十分ではありませんが、しかし池田がなんとかこう前に出て圧力をかけようとしているのはよくわかります。うん、背負う、やはり釣り手だけでもという中村さんがおっしゃるような技を出していっていますが、まあ、池田選手としてはどうしても引き手は持たせたくない。そうですね、こういう片手の状態で、技を出したいというところですね。さあ羽賀は腕を掴むような格好からと谷落とし、これはなんとか池田こらえた。まもなく試合時間半分です。太田さん、はい、日本大学は去年ポイントでこの大会敗れていることもあって、とにかく一つのポイントの差が勝負に大きいんだということを1年取り組んできたそうなんですね、はい、ですのでとにかく攻め続ける姿勢を続けること、これを1年取り組んできたそうです。高校までの実績で言えば、うちの大学は他の大学に比べれば劣るかもしれないと今野純監督は言っていました。その分を練習量で補ってきたという話です。さあ今度はこの引き手、羽賀としてはもちろんこの右の引き手が欲しいんですが、そうですね、日大の池田、残り時間2分8秒です。おっと、しっかり組まないということで指導が今池田に来ました。指導が2つになりますと相手の有効ポイントになります。この指導で当然こう選手の心も変わってくるわけですね、はい、そうですね、もう一つ、もらったんで、次もらうともう勝敗に関係してくるんで、はい、前に、出ないといけない状況ですよね。そうですね、さあ羽賀が組んだ、引き手も取っている。そうですね、引き手持ってますね。羽賀がいい格好になっている。小内刈り、池田しのぐ、なんとか引き手を切った。ここは日大は正念場です。今度は池田が今引き手を取ろうとしました。しかし羽賀が掴んで内股一本、そこを羽賀が引いていました。そうですね、引き手を持ったあの手、ワンチャンスをものにしましたね。3対0、東海大学これで優勝に王手。
もう一つ取りますと東海大学2年ぶり6回目の優勝ということになります。開始3分33秒でした。いやー、完全にこう引き手も取ったのは今のおそらく最初のチャンスだったと思いますけれどもね。そうですね、しっかり持って持った後が早かったですよね。早かったですね。池田が最初に取ったというふうに見えたんですが、はい、その直後にもうこうやって羽賀も取りました、はい、切った後に取ってこの内股。いやー、本当スケール感がある大きな内股ですね、はい、しっかり引き手を取って跳ね上げる力がすごいですよね、バネが。そうですか、はい、ご覧のように3対0、前から3人東海大学が勝ちました。しかもいずれも一本勝ちですから、日大としては非常にこれ苦しい展開になってきました。そうですね。迎える中堅戦は60キロ級の対戦。日大は4年生の広瀬弘和、国学院栃木の出身。今日ここまで4戦負けなし。今野監督としても期待が大きいでしょうね。そうですね、やはり60キロ級にしては長身なんですよね。こういうところを生かして柔道をやってもらいたいですね。広瀬の身長は1メートル72センチ。こちら東海大学よもぎた、白鴎大足利出身のよもぎたは159センチです。さあ中堅戦です。3つ東海大学が取って迎えた4人目。残りはこの試合を含めて4人です。東海大学はもちろん勝てば優勝が決まります。よもぎた左組み、足を脅かす広瀬は右組み、まあ、身長差ありますけど、うん、今の組手だとですね、よもぎたも負けてませんね。そうですね、顔がまっすぐ上がっている時にはよもぎた選手の組手ですね。喧嘩四つで、またこの対戦も喧嘩四つなんですが、はい、長身の広瀬は背中、お蹴りの方をやっぱ狙っていきたいでしょうか。そうですね、深いところを持って、はい、そうですね、背中を取ります。前を詰めたい、はい、両方持って相手の頭を下げさせて柔道させたいというところですね。はい、よもぎたがこう左手を伸ばしてですね、そこを取らせないように突っ張ってですね、はい、ついてますね。おっと、流れの中で足を取る、これはまだ反則にはなりません、はい、2年前からルールが変わって足技への反則、これが非常に厳しく取られるようになっています。試合始まって1分が経過、待てです。大将に金メダリスト中谷を据える東海大学ですが、ここまで3対0とすでに優勝に王手をかけています。さあ、よもぎた左から、足技の応酬、場外です。4年生のよもぎたです。今日はまだ本来の調子ではまだないような動きなんですが、ここで勝てば東海大学の優勝を決めることができます。日大の広瀬はもう後がありません。そこはもう取るしかない、ありません。もう乗るか反るか、一か八かで行ってほしいですね。そうですね、仮に引き分けますと今度は後ろ3人が全部一本勝ちでようやく代表戦です。さあ、日大の広瀬が払い腰を抜きますが、しかしこれ喧嘩四つからですね、はい、両者の右足左足が交互にこう出ていくような、はい、そうですね、どっちが先に足を出すかっていうところですよね。こういう展開になってきますと当然おっと、さあ背中のあたりについた、ね、横につく広瀬、こういった間合いを詰めた時には広瀬選手のペースですね、はい、さあ集めて、中に潜るような山北の動きです。場外待て、2分経過。さあ、引き手を狙う、引き手持ちましたね、引きつけた広瀬、おっと逆に後ろから、あっと背中がついた、技ありだ、技あり、開始2分18秒もつれたところで技ありが入りました。そうですね、日大の広瀬にポイント。よもぎた選手が、まあ、相手の技に合わせて横車をちょっと狙ったのかなっていうところを合わせられましたね。横車ですから捨て身技に行ったところだったんですが、 その分こう、はい、タイヤ、落ちるような形になりました、はい、さあ広瀬がリードを奪いました。まず日大としてはこの勝負取りたい。よもぎた、背負う、東海大学の選手はこの喧嘩四つの体勢から反転して背負い投げをしてきます。残り時間が2分12秒。あ、今立ち上がって今野監督が次の選手に声をかけています。日本大学追いかける日大、中堅戦。さ
さあまたこうやって喧嘩を突き見合った広瀬、押し込むリードしている広瀬、技ありを取っています。おっと、副審の一人がよもぎ田の方に指導を与えるべきだという動きをしていますが、あ、これで主審が指導を与えました。よもぎ田に指導が1つ、指導が2つになりますと相手のポイントになります。技ありを奪っている日大の広瀬、背中、広瀬選手、あ、今引き手持ちましたね、取りました、はい、近づいて、さあよもぎ田少し苦しいか、巴投げに行く広瀬はここは十分にその距離を見ています。そうですね、今引き手を持たれたんで、巴投げで流れを切ったっていう感じですね。でしたね、はい、残り1分30秒、広瀬が振る、煽る、あの右手を使って両方持った後、後がチャンスですね。さあ、あっと、小外刈り、これはポイントなりません。いや、ちょうど足技を仕掛けていたところにうまく勝っていきましたが、あっと、これで指導が2つ、広瀬にこれで技ありと有効のポイントがいきました。広瀬リード、東海大学の蓬田、ここまで前の試合3つ東海大学が取って3対0、持って、あ、切られましたね。日大はここ後がないところなんですが、4年生の広瀬が、うん、よもぎ田攻めて場外、ここは広瀬が日大にまた勢いを取り戻すのか。今これはよもぎ田としてはもうとにかく攻めるしかありません。もう一つ指導が来ると広瀬が持ちましたね。おっと、あ、残り37秒、待て、よもぎ田がもうとにかく指導2つを与えられたから、こうやって前に出ていきます。やはり喧嘩四つですので引き手が不十分ですよね。釣り手だけで今広瀬が技を仕掛けていきましたが、もちろんこれは決まりません。寝技に行こうというよもぎ田、3対0と東海大学リードして迎えたこの中堅戦、残り20秒です、21秒、この中堅戦はようやく日大にポイントが入るのか。技ありとそれから有効分、日大の広瀬リード、よもぎ田、日大としてはやはり1本取りたいところなんですけどね。そうですか、はい、勝つだけでは、あっと、勝つだけでは足りない。そうですね、やはり、取れるところでしっかり取っておきたいというところですよね。日大からすれば3敗分は全て1本負けです。仮に並んだときに今度は内容を問われることになります。残り時間3秒、時間がない、最後広瀬内股に行きますが、この試合は日大広瀬の優勢勝ちですから、3対1、日本大学がこれで一つ取り返しました。ただ中村さん、はい、中村さんの見立てではここは一本勝ちしておきたかった。そうですね、はい、前で失点する苦しい展開の中で、ま、日本大学ポイントゲッターの広瀬が一つポイントを挙げましたが、内容は優勢勝ちです。3対1、引き続きまだ東海大学2つ分リードしています。さあ残り3人の勝負ということになってきました。